チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもうマジかですね。面白いです。はい、コツの趣味部屋へようこそ。今日はね、スーパーファミコン、クラシックミニ、はい、まあ、任天堂クラシックミニスーパーファミコンっていうねのが正式名称ですけど、そちらのね、発売日ですね。はい、ちょっとね、それを買いに行きたいと思います。はい、まあ、買えるかどうかはね、まあ、動画を見終わった人しかわからない。はい、ということでね、はい、実際ね、ちょっと買いに、まあ、店舗にね、近くの店舗、入荷する店舗に行ってきました。はい、そのね様子をね、ご覧ください。
ことでですね、まあ見事ですね、まあ全然まあ余裕っちゃ余裕だったねということで、じゃじゃんとね、はい、手に入れられました。ニンテンドークラシックミニスーパーファミコン、はい、これ何気に、ね、12歳以上対象って書いてあるね。うん、そう、12歳以上対象なんだね。年齢制限があるんだ。タイトルはすごいね、スーパーファミコン20本プラス、スターフォックス2がね収録されてるっていうね。未発売だったんだね。スターフォックスのステージ1をクリアすると遊べるようになりますっていうことですね、うん、いやー結構ね、もうなんだろう、プレミアついちゃってる やつとかありますよね。プレミアつうか、まあ今でも高値でね、取引されている収録とタイトルもありますね。ロックマンとか結構高いですよね。まあメトロイド、超魔界村コントラとかね、今でも多分 4,000〜5,000円以上はしますね。いやー、いいね。しかもね、コントローラーがね、本体コンパクトだけどコントローラーは当時と同じっていうね、コントローラーとほぼ同じ大きさっていうね、この本体がめっちゃちっちゃいよね。手のひらサイズですか。はい、結構ね描写が多分こういうのがあるから多分年齢制限があるんだろうね。うん、まあ、ということでね、一応ね、これの中にアダプターはね入ってないんで、アダプターも買いました、セットで。アダプターもちっちゃいね。まあアダプターつってももう USB なんで、もう今っぽいね、USB、うん、まあでもこのアダプターがあれば任天堂クラシックミニのファミリーコンピューターも遊べる、はい、任天堂スイッチプロコントローラーもつけれる、ジョイコンもつけれる、ただ任天堂スイッチ本体は×っていうことでね、結構ね、あ、こういうやつだったんだってね、あの手に取って見れなかったんですよ。あのレジ裏にあったんでね、俺こういうの持ってたなと思ってね、こういうアダプター、いや買わんでもよかったなと思ったんだけどね、まあ思わず買ってしまいました。まあ店員さんにね、アダプターついてないけど買えますかって言われたんでね、思わずはいって言っちゃったんでね、うん、まあということでね、まあ無事買えました。はい、まあ、ただそういう動画ですね今回は、まあ、特に開封もせず、まあ、遊んでる動画撮ってもね、うん、まあそれはおそらく多分別の、コウ&チェリーチャンネルの方でやると思います。はい、ということでね、なんとか変えました。はい、ということでね、今回は以上になりますけれども、まあね、逐一ね、何か、買いましたら、面白いものね、報告していきたいと思います。ぜひねチャンネル登録してお待ちいただきたいと思います。では、ご視聴どうもありがとうございました。